前橋カトリック教会聖堂聖堂内部、前橋カトリック教会は、群馬県前橋市大手町にあるカトリック教会である。聖堂は国登録有形文化財となっている。現存する大聖堂は1932年11月3日に初の日本人司祭である、うちの作造によって建設された。当時の貨幣価値で総工費は7万円。 現代の貨幣価値に換算すると2億円以上で建設された。1945年8月5日の空襲で南側の戦闘を破損した。お告げの金は高崎の井上工業が施工、同社アサリ滝尾が設計管理。ステンドグラスはフランスから取り寄せたと言われている。2001年11月20日に、 登録有形文化財に前橋カトリック教会聖堂として登録されている。1905年年に巡回司祭であったジャック神父により天守公教会の名称で発足する。1913年年ドライエ神父の時代に聖堂を建設。第一次世界大戦のため、1914年から1923年まで司祭が不在になった後、初の日本人司祭である。 うちの作造が着任する。内野の設計と金作により、1932年11月3日に現在の建物が完成した。神父が常任するのは1941年以降である。ありがとうございます。